や国民病とまで言われるほど患者数の多い糖尿病ですが、自覚症状が乏しいため気づいた時にはすでにかなり進行してしまっている場合も少なくありません。そこで今回の動画では早期発見に役立つ恐ろしい糖尿病の前兆となるサインをご紹介していきます。当てはまることがいくつもあるという方は早めの医療機関の受診をお勧めします。恐ろしい糖尿病の初期症状7選、絶対に見逃してはいけない糖尿病の前兆、体に現れるサインとは。1、体重の減少。糖尿病の患者は太っているというイメージがあるかもしれませんが、糖尿病の症状として体重が減少することがあります。これは糖尿病によりインスリンの働きが低下することにより食事から取ったブドウ糖をエネルギーとして利用できなくなり、体内の脂肪や筋肉のタンパク質をエネルギー源として分解してしまうためです。糖尿病の患者の中には1ヶ月で 10kg 以上痩せる人もいます。2、多尿、頻尿。血糖値が高い状態が続くと腎臓は血中のブドウ糖を尿として排出しようとするため多尿や頻尿になります。3、喉の渇き。多尿や頻尿になると体内の水分が必要以上に排出されるため喉の渇きを感じやすくなります。そして水分をたくさん取ることによって多尿の状態を招くという悪循環に陥ります。4、やたらと疲れやすい。高血糖の状態が続くと体内のインスリンの働きが悪くなるため炭水化物などの糖質をエネルギー源として吸収しにくい状態になります。その代わりに脂肪や筋肉をエネルギー源として使うようになるためやたらと疲れやすくなります。そして体重が減少したり異常な食欲が湧いたりすることもあります。5、足のしびれは糖尿病の前兆の場合も。糖尿病になると足のしびれや冷え、痛み、ほてり、こむら返りなどの感覚、運動障害が生じることがあります。これらは糖尿病の合併症の一つである糖尿病性神経障害の可能性のある症状で、もはやすでに初期段階ではなく糖尿病がある程度進行してしまっているサインです。糖尿病になると血中のブドウ糖が増え、血液はドロドロになり足先まで酸素が行き渡らなくなります。そのため末梢神経に異常が出てきて足の感覚が麻痺し、これらの症状が出るようになるのです。6、足の爪や皮膚の異変。糖尿病性神経障害が進行すると血流の悪化や免疫機能の低下により足の爪や皮膚に次のような異変が発生することがあります。巻き爪、爪白癬になる、爪が分厚くなる、皮膚が乾燥しひび割れが起こる、魚の目やタコができる、むくみ。糖尿病性神経障害は進行すると足の感覚はさらに鈍麻していきます。そのため皮膚のひび割れやタコなどができても気づきにくくなるのです。そしてそのような傷口から細菌が入り感染症を引き起こして皮膚の細胞が壊死するなど、最終的には腐敗部分が変色し下肢の切断を余儀なくされる場合もあります。7、前兆で皮膚が痒くなることがある。これはあまり一般的には知られていませんが、血中のブドウ糖を排出するために多尿になった場合、皮膚の水分が不足して乾燥するため痒みが引き起こされるケースがあります。他にも高血糖状態が続くと末梢血管がダメージを受け、顔や手足の皮膚が赤くなる場合もあります。また糖尿病になるとあらゆる感染症にかかりやすくなるため、カンジダなどの真菌に感染して陰部が痒くなるケースもあるでしょう。いかがでしたでしょうか。糖尿病は進行するとともにご紹介したような症状が現れやすくなっていきます。特に足に関する症状が出た時にはすでに症状が進んでいる可能性が高いため、血糖値が高めの人は喉の渇きや多尿などの前兆症状の段階で一度病院を受診することをお勧めします。少しでもお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。